ここもハンドでしょうか。日本ボールです。南野とウェイシーハオはちょっとお互いやり合います。中山のボールの奪い方も良かったですけどね、でもあの壁が割れてしまったようなところは健吾さん、やっぱりチーム内で厳しくお互い要求するべきところですかねと思いますね。あの細かなところかもしれませんけど、あれでやっぱり失点すると2対1ですから、お、久保建英です。